立花橋は、大淀川に架かる国道220号の橋であり、宮崎県宮崎市の市街地を南北に結ぶ、六代目立花橋九州の南東部で退治していた、延岡藩、高鍋藩及び、帯藩の戦略的都合により、江戸時代が終わるまで大淀川下流部には、橋がなく、渡し船が唯一の交通手段であった。明治維新後も、しばらくの間は橋を架けることが許されず、 住民は不便な生活に甘んじていた。これに対して宮崎の医師福島国生は橋の有用性を解きながら課強の申請を繰り返し、ついには建設費用を私費で賄うという条件付きで課強を許可された。1873年、福島国重が中心となり、宮崎の商人、久世源一と荒川唯一、鹿児島の商人林寺郎らが1500円を出資して、 橋を完成させた。橋の名称は、国政の称号である、立場並々を元にしたとの説と開通式のノリとに由来するとの説がある。一人当たり五輪、馬一頭当たり一戦五輪の通行量を徴収した。完成からわずか数ヶ月で洪水のために流出し、写真などの記録が残っていないことからこの橋の存在を疑問とする見方もある。 1880年3月に再度着工され1700円の費用をかけ、同年4月24日に完成した。長さ381メートル、幅3.9メートルであった。一人当たり4輪、馬まい党当たり1002輪の通行量を徴収した。あとに、洪水のため流出。福島国重が3旅指揮を投じて着工し1884年に完成した。 同年6月17日、修理用の杉板とともに宮崎県に寄贈され通行料が無料になった。1886年に洪水のため流出。宮崎県が建設にあたり1888年に完成した。部分的な流出はあったものの40年間近く、その姿を保った。1927年8月11日、台風による洪水のために流出した。 応急処置として仮橋が設置されており、この仮橋を5代目とする見方もある。自動車の増加と目標の普及破損に対処するため、鉄筋コンクリートを使った永久橋として計画され、108万円の費用をかけ1930年に着工、1932年4月30日に完成した。 長さは385.45メートル、幅は16.4メートルであった。洪水に加えて、太平洋戦争中にはアメリカ軍の標的となり、爆撃を受けたが持ちこたえた。1975年2月8日に橋となった。優美な姿で市民に親しまれた橋のデザインは、ドイツのビュルツブルグにあるアーチ式のルードビヒ橋を参考にしたと言われている。 掛け替えを惜しむ市民の声で、立花公園に橋柱の一部が残された。交通量の増加と大規模な洪水に対応するために、計画され、26億4000万円の費用をかけ1974年9月に2車線分が完成した。長さは389メートルとなった。1979年6月には4車線化され、幅は28.8メートルになった。 車道の両側に幅の広い歩道を廃止、中央分離帯には低木が植えられている。北爪南爪。ありがとうございます。